1時間数の求め方丸1、今回はグラフの読み取りについて一緒に学んでいきましょう。さあ皆さん、こんな風に1時間数のグラフがあります。このグラフから1時間数の式を求めていこうというのが今日のテーマです。さあちょっと復習なんだけど、1時間数 y イコール ax プラス b において、 y イコール ax プラス b のグラフは何々が a ってなんだっけ。 a っていうのは傾きを表しているんでした。そして b が切片を表しているんでしたね。 a っていうのは1時間数において傾き以外にもう一個あったよって覚えてる人いるんじゃないですか。はい、 a っていうのは変化の割合でもあるんでしたね。はい、こんなことを使ってですね、今日はこのグラフから1次関数の式を求めていきます。じゃあまず1番ね、1の直線の式を求めようということです。はい、1これですね。まずね、すぐ分かってほしいのが切片。切片っていうのは x が0の時の y の値だよ。だから切片はここ2だよね。はい、ということで切片2、はい、これはすぐ分かってほしいのよ。じゃあ続いて傾き。傾きどうやって出すのってことなんですが、ポイントこちらです。グラフの座標の分かる2点を見つけてください。このグラフよく見てさ、座標がはっきりと分かる場所を探す。例えばこんなところって分からないじゃん。x はマイナス1って分かるかもしれないけど、 y の値ってこれどの辺だって分からないよね。はっきりと分かる場所を探すの。そうするとさ、こことかどうよ。 x が3、 y が4って分かるよね。でもう一つなんだけど、この切片でもいいよね。ここでもいいよね。はい、こうやって2点座標の分かるところをグラフから見つけてあげます。そしたら右にいくつ進んで、上下にいくつ進んでるかを求めていきます。はい、じゃあ行こうか。左側から右に1、2、3進んでる。右に3、はい、そして上に2進む。上に2進む。はい、そしたら右に3、上に2ってことは傾きみんな求めることできない。右にいくつ進むかは分母、上下にいくつ進むかは分子。右に3ということで分母が3、上に2ということで分子が2。これが傾きです。はい、傾き3分の2。こんな風に求めてあげればいいんです。はい、そしたら ① の直線の式は a が3分の2、b が2ということですから、この直線 ① は y イコール3分の 2x プラス2と求めることができるわけです。そしたら同じように ② も求めていきましょう。はい、この直線です。まず最初にパッと分かるのが切片ですね。はい、切片っていうのは x が0の時の y の値。この長さ。1、2、3でこれ下2だからマイナス3だよね。はい、ということで切片はマイナス3です。じゃあ傾き求めていこうということなんですが、はい、傾きはここと一緒ですよ。グラフの座標の分かる2点を見つけて、傾きを出していくわけですよね。例えばここで、ここ使ってもいいけど、ちょっと別のやり方でやろうか。ここにしてみようか。まあ、こんな風に2点見つけてもいいよね。もちろん切片使ってもいいんだけど、ちょっとさっき切片使ったから、こことここってこうやって2点見つけたとしましょう。はい、2点見つかればもう傾きを出すことができる。はい、この点からこの点に、はい、まず右にいくつ進むかを考えます。はい、だから左側から、はい、右に1進み、はい、さらに下に2進んだところにこの点があるよね。この点からこの点に右に1、下に2進めばいい。はい、そしたらこの右にっていうのが分母。分母は1分の、はい、下に、これが分子。下にってことはこれマイナスです。だからマイナス2、これが分子。はい、ということで傾きはマイナス2と求めることができました。はい、そしたらこの ② の直線の式は y イコール
傾きがマイナス2ということでマイナス 2x で切片がマイナス3マイナス3 y イコールマイナス 2x マイナス3と求めることができますよと、はい、こんな風に求めてあげます。まあ、注意点としてはさ、傾きを求めるときにね、こうやって2点2点見つけたでしょ。左側にある点から考えていこうね。左側にある点から考えてね、求める点まで右にいくつ進んでるのか、この右にっていうのが大事だから、はい、そこの注意点ちょっと押さえておきましょう。はい、今回はグラフの読み取りについて一緒に学んでいきました。